私の名前は西園葵。周囲からヤンキーだと思われている高校1年生。そのせいで喧嘩になる機会も多く、気づけば私のことをよく知らない人から畏怖の対象として見られるようになり、ヤンキー扱いをされるようになったのだ。まあ、誤解を解くのを面倒がって放置している私も悪いんだけど。ん？おい、エイジ、お前のせいで今日のリレー負けたじゃねえか。ほんとどんくさいやつだよな。おい、お前ら、エイジに何してんだ。逃げろ。たく、しょうもないことしやがって。この子は須藤エイジ。隣の家に住む小学6年生の男の子。昔から気が弱く、周りからバカにされやすい性格ということもあって、いつもこうして守ってやっている。私にとっては弟のような存在だ。エイジ、大丈夫か？怪我してないか？うん、大丈夫。今日もありがとう、葵さん。気にすんなよ、私とエイジの仲だろ。まあでも、エイジももう6年生だ。そろそろ自分の身くらい自分で守れるようにならないとかもな。私も2年後には卒業だし、その先の将来はどうなるかわからない。この町を出ることだって全然ありえるし、いつまでもエイジを守れるわけじゃないからさ。だからエイジも強くならないとな。そうすりゃあんな風にバカにされることもなくなるだろうし、私が守る必要もなくなるからな。葵さんは弱い男は嫌い？そうだな、弱いやつよりは強いやつの方が好きだな。そっか、そうだよね。僕もいつまでも葵さんに守られてばかりは嫌だもん。だから僕強くなるよ。葵さんが好きだっていう強い男になれるよ。頑張るよ。おお、よく言った。その気合があれば絶対強くなれるよ。頑張れ、エイジ。ありがとう、葵さん。それでね、絶対強くなるから約束してほしいことがあるんだ。その大人になって僕が強くなったと思ったら、その時は僕と結婚してください。結婚？今の僕は葵さんの好きなタイプとはほど遠いと思うけど、でも絶対葵さんに好きだって言ってもらえる、そんな大人になれるよう頑張るから。だから、そうか、分かった。エイジがそこまで言うなら約束する。私好みの強い男になったらエイジと結婚してやるよ。本当？ただ私の理想は結構高いぞ。それでも頑張れるか？うん、僕一生懸命努力するよ。よし、じゃあ約束だ。こうしてエイジと約束を交わした私だったけど、それから少ししてエイジは両親の都合で引っ越すことになり、結局エイジが強くなれたのかどうかを確認することはできなかった。そして私も2年後に卒業し上京。昔のことを忘れてしまうくらい忙しい日々を過ごし、気づけば12年という時が流れていた。嘘、逃げたの？私は西園葵。たった今同棲していた彼氏ワルオが逃げ、代わりに彼が残した500万という借金を押し付けられた28歳の女だ。家はもぬけの殻、家具や家電はなくなっており、手元に残されたのは連帯保証人として私にも返済義務のある500万という借金だけ。じゃあ連絡もつかない。あ、口座は？そんな。その後私は一生懸命ワルを探したけど、結局見つけることはできなかった。それどころか彼氏に捨てられたことや多額の借金を抱えていることが会社中で噂されるようになってしまい、居づらさを感じ退職を余儀なくされてしまった。そう、私は一瞬にして全てを失ってしまったのだ。これからどうしよう。家ももうすぐ追い出されるし。葵さん、やっぱりそうだ、西園葵さんですよね。俺です、須藤英二です。英二って、あの英二？はい、お久しぶりです。まさかこんなところで再会できるなんて。私もびっくりだよ。再会したこともそうだけど、エイジ君すっかり大人になって。それはお互い様ですよ。
それよりこんなところでどうしたんですか？いやそれは。それになんだか元気がないですよね。俺でよかったら話を聞かせてください。ここ最近辛いことが続いたからか、エイジに優しく声をかけてもらえたことがすごく嬉しくて、私はつい自分の身の上話を包み隠さず話してしまっていた。笑ってくれ。昔エイジにあんな偉そうな口聞いてた女も、今じゃ借金まみれの惨めな女になっちゃったよ。惨めだなんてそんなことありません。葵さんはずっと俺の憧れで、その気持ちは今も変わらなくて。あの葵さん、その借金俺に肩代わりさせてくれませんか？はあ？そんなわけにはいかないって。だって500万だよ。あ、いや、こういうのは金額の問題だけじゃないけど。大丈夫です。今会社の経営をしててお金には余裕があるんです。それに小さい頃葵さんには随分お世話になりましたから、そのお礼をさせてほしいんです。うん。その後何度断っても固くなに任せてほしいと言われてしまい、結局私はエイジの世話になったのだった。数日後。本当にありがとうエイジ、おかげで借金は無事返せたよ。気にしないでください。というか悪いのは葵さんじゃないですから。それでもだよ、絶対借りたお金は返すから。すぐには難しいけど一生かかっても絶対。他にも私にできることがあれば何でも言って。それくらいしないとこの恩は返せそうにないし。本当に気にしなくてもいいのに。けどそうですね、葵さん今お仕事されてないんですよね？うん、早く就職先を探さないとね。ならちょうどいいです。葵さん、俺の元で働いてくれませんか？え？いわゆる社長秘書ってやつです。会社も大きくなりましたし、そろそろ人を雇おうと思ってて、葵さんなら信頼できますし、どうかなって。でもそこまでお世話になるわけには。葵さん言いましたよね、何でもするって。ならここは俺のお願いを聞いてくれませんか？あ、もちろんお給料はしっかり払いますよ、そこは安心してください。エイジ。そうして私はエイジの元でお世話になることとなった。慣れない業務に最初は苦労も多かったけど、若干人間不信になりかけてた私にとって、気心の知れた相手のそばで働けるというのはすごく安心感があって充実した毎日だった。それにしてもエイジ成長したな。昔はあんなに気が弱かったのに、今ではたくさんの社員を引っ張るリーダーとして立派に社長業をこなしてて、正直ちょっとかっこいい。って何考えてんの私、エイジは私の恩人、そういう風に見ちゃうのはダメだって。とそんな日々を送っていたある日のこと。今日も忙しかったな。よう葵、久しぶりだな。え、悪お前あの借金返したんだってな。いやびっくりだぜ、口座の金は全部引き出したのに。お前どこに隠してたんだ？第一声がそれ？感謝の気持ちとか一切ないの？私なんでこんなクズのこと好きだったんだろう。立派な大人に成長したエイジとは比べ物にならない。なあ、まだ金残ってるか？ちょっと使いすぎちゃってさ、貸してくれよ。ふざけないで、あんたなんかに貸すお金なんてないから。分かったらさっさと私の前から消えて、あんたの顔なんてもう見たくない。てめえ何偉そうに。俺の大事な人に何してるんだお前。エイジ、これ以上葵さんに迷惑をかけるなら容赦しないぞ。すいませんでした。葵さん大丈夫ですか？うん大丈夫。それよりエイジ、あ、いや社長、ありがとうございます、助けてくれて。いいですよ、二人きりの時はエイジで。それに俺、葵さんを守れる強い男になりたいと思って鍛えてたので、今日はその頑張りが出せてよかったです。え、強い男って？昔言ってくれましたよね、強い男になれって。あの言葉があったから俺は頑張れたんです。心身を鍛えるために柔道を始めて、
立派な大人になれるよう勉強を頑張って、会社を起こせるまでに成長できて。そうだったんだ。あんな昔の。俺にとっては大切な約束です。葵さん、今の俺は葵さんにとって強い男だと思いますか？もちろん、間違いなく強くなったと思うよ。よかった。ならプロポーズできますね。そうだね、プロポーズも…って忘れましたか？強くなったと認めてくれたら俺と結婚してくれるって言ったじゃないですか。そういえばそんな約束した記憶が。でもあれはもう10年以上前のことで。俺は昨日のことのように覚えてますよ。それくらい俺にとっては嬉しくて大事な約束でしたから。ええし、俺はあの頃からずっと葵さん一筋です。思ったより早く再会できて、葵さんは素敵な人だから早く行動しないと誰かに取られるって無理を言って社長秘書をお願いしたのもそれが理由です。葵さん、俺と結婚してください。もちろん葵さんが嫌なら断ってくれてもいいです。でもこれだけは約束します。もし俺と結婚してくれたら絶対幸せにするって。本当に私でいいの？こうして私は12年越しのプロポーズを受け、あなたがいいんです、エイジと結婚することになった。気がかりだったお金の問題についても、どうもエイジが本気で動いてくれたらしく、ワルオが自ら姿を現したことで居場所を特定し、エイジが返済してくれた借金の求償を行っているらしい。無事ワルオに自分の借金を返済させられるそうだ。無事エイジと幸せな日々を送っている。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。